さあ、ただいまですね、令和の一文字2回目にエントリーいただいた方、そして3回目のタイミングでエントリーいただいた方にですね、入場いただいております。さあ、新時代の幕開け、そして年号の令和の一文字制作、ね、まもなく2回目始まります。さあ、2回目にエントリーした、3回目にもエントリーしましたという方、今ね、合同で、撮らせていただいております。2回目申し込んだ方ね、少し帰っちゃった方いらっしゃったんで、だったら3回目の方も合同でやっちゃいましょうというところで今受付をしております。事前に、受け付けたカードお持ちの方はどうぞ、一文字入場口の方までお越しください。さあ、そしてね、文字の中に係の方いらっしゃいます。ちょっとはみ出してるからちょっと下がってねとかね、ちょっとここ少ないからもう少しこの辺寄りましょうとかね、ご案内をしております。ちょっとあの係のものに従ってですね、綺麗な令和をね書けるように頑張りましょう。さあ、ただいま令和の一文字、2回目にエントリーいただいた方、そして3回目にエントリーをいただいた方、合同でですね、今一文字を制作しております。もしあの受付カードをお持ちの方いらっしゃいましたら、どうぞお急ぎですね、大桟橋屋上、一文字制作の、ね、会場までお越しください。この回で、ちょっとですね、天気の予報もちょっと怪しくなってまいりましたので、この回で一文字撮影は終了とさせていただきます。エントリーされている方、
この回で終わりですよ。はい、もし声聞こえていたらどうぞ会場中央までお越しください。さあ、これでね、受付された方ほとんど文字のところに、ね、入っていただきましたが、今係の者がですね、どっか線が細いところがないかですね、あるいは膨らみすぎているところがないか、ちょっとチェックをさせていただいておりますので、もうしばらくお待ちください。さあ、今係の者がですね、字のその細いところ太いところ、出っ張っているところないか確認をしております。その間にですね、撮影の、段取りだけご案内いたします。まずですね、ドローン、今ちょうど飛んでますね、正面にね、まずかなり高いところへ行きます。高いところから皆様を中心にまずワンショット撮ります。そうしますとね、多分、両サイドの海も入るかなという感じですね。もしかしたら150メートル上空まで飛んでワンショット撮ります。その時この放送でですね、撮りますよって声かけます。でそこで撮り終わりましたら、ドローンぐーっと高度を下げます。高度を下げます。下げてですね、皆様が立っているこの令和という文字、写真で言えばちょうどフレームの中に令和という文字がしっかり入るようなところまで、ドローン降りてきて、そこでワンショット撮りますので、その時こちらのマイクでですね、ご案内をいたします。で写真撮る時はですね、チーズじゃなくて令和でいきますからね、皆さん最高の笑顔でですね、ドローンの方を見ていただければと思います。さあ、まもなく2回目の、一文字撮影を行います。最後のご案内になるかもしれません。ただいま2回目の一文字制作を行っておりますが、2回目にエントリーされた方、そして3回目のエントリーをされた方も合同で、参加をいただいております。この回で、本日のドローン制作、一文字制作、最後となりますので、受け付けているよっていう方いらっしゃいましたら、どうぞお早めにこの会場中央までお越しください。さあ、もういらっしゃいませんか。2回目、そして3回目にエントリーされた方いらっしゃいましたら、まもなく撮影始めます。
どうぞ、屋上中央のですね、ひともり制作会場までお集まりください。はい、それではですね、今上空で飛んでいるドローン、皆さんのところを狙ってですね、 OK 出ました。いい感じで字ができてます。さあ、それでは皆さん、その無理やりかぶせられた黄色のエプロンみたいなやつ、これ両サイド両手でですね、端を持っていただいて、はい、そしてですね、ポーズを取っていただいて、まもなくいきますよ。まず一番高度の高いところからのショットいきますんで、はい、両手でパッとこう前へ出していただいていきますよ。それではまもなくいきます。よろしいでしょうか、スタッフの方。 OK ですね。さあ、いきますよ。さあ、撮影します。いきますよ。レイは、はい、今バシャバシャ撮ってる。バシャバシャ1回2回じゃないんです。失敗しないように、あのドローン君ですね、1回だと心配なんで、パシャ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 何回か撮ってます。はい、何回か撮ってます。で、 OK が出たら、あ、出ました。 OK です。お疲れ様です。 OK です。高い高度 OK です。ニュース成功です。さあ、そしてこのドローン、どん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 今度下へ降りてまいります。下への方へ降りてまいります。さあ、そしてですね、先ほど言いました写真のフレームのちょうど真ん中の、もう全体的にレイバという文字が入るぐらいの高度まで降りてきて、もうワンショット撮りますので、ぜひですね、最高の笑顔でお願いします。さあ、結構降りてきましたよね。これぐらいの距離だと本当にね、プリントアウトした写真見ればご自分の顔が分かると思いますので、はい、セットが気になる方、やはり並べちゃったまま、はい、セット気になる方、ちょっと流しましょうか。はいはい、ね、はい、寝癖のある方もいらっしゃるんですがね、はい、さあ、今ですね、ちょうど画角に消毒に入るサイズのドローンがですね、しております。モニタリングしております。さあ、あのね、この一文字の周りのにいらっしゃる方、ね、参加はできなかったけれども、もしかしたらちょこっと映るかもしれませんので、どうぞあの手を振ったり ね、写真撮るタイミング声かけますんで、両手でね、わーっと振っといてください。映るかもしれませんよ。さあ、今じっくりとですね、あそこのカメラから、モニターでですね、確認をしている最中でございます。すごいですね、最近の技術は線がなくても見えてしまっているという、すみません、昭和のコメントでした。はい、 OK 出ました。 OK 出ました。さあ、それでは先ほどと一緒に黄色のエプロンの両サイドを持っていただいて、前に出していただいて、最高の笑顔でいきますよ。いきますよ。レイは、さあ、今パシパシ撮ってます。パシッパシッ。さあ、笑顔が疲れた顔にならないように頑張ってください。はい、 OK 出ました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もう最高の写真が撮れたと思います。さあ、この後はですね、急ぎロビーでですね、出力アウトをして皆様に1000円での販売になりますけれども、 お渡ししたいと思います。本日の参加誠にありがとうございました。ね、新しい時代の今日は初日です、ね、どんな時代になるか皆さんが作っていく、ね、楽しい時代にしていきましょう。本当に今日の参加ありがとうございました。参加どうもありがとうございました。素敵な写真がね、撮れてますからね。さ
さあ、そして大桟橋ではですね、いろんなイベントを今年令和になってもやっていきます。その中の一つ、6月の8、9、6月の8日土曜日、9日日曜日、第12回大桟橋マルシェ開催いたします。もう全国からですね、美味しいもの、そして神奈川県産の新鮮なお野菜とかがもうね、100店舗以上集まってマルシェを開催いたします。どうぞ、6月の8日、9日ぜひ皆さん大桟橋に遊びに来てください。お待ちしております。あ、それからもう一つ、クイーンエリザベスの、オリジナルグッズロビーで販売をしております。数量限定のオリジナルグッズなんで、どうぞロビーに行ったらすぐにね、ゲットしてくださいね。クイーンエリザベスのオリジナルグッズ、そして横浜港振興協会のオリジナルグッズも販売をしております。どうぞプリントアウトを、ね、お買い求めの際にぜひクイーンエリザベスのオリジナル